結婚しなければ良くないとか、はい、結婚したらこういう家庭を作らなきゃって、なんかテンプレートっていう枠組みに、なんか幸せっていう枠組みにみんなが強引に入ろうとするから、今は生きにくいんじゃないかなと思って。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。江藤先生、20年後の日本ではね、もう人口の半分が独身の人になるそうなんですよ。そうね。はい。多分20年後、人口1億人ぐらいになって、はい、4600人ぐらいが統計上独身、ソロ時代が来るって多くの学者が言ってるよね。どん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 少子化どころかも人がどんどん少なくなっていきますね。そうね。うん、それとやっぱり結婚っていうものが、都会に住んでると、絶対幸せとも言い切れなくなって、はい、それ以外の楽しさとか、面白いことっていうものがどんどん増えてきてるからね。確かに独身でも充実されている方っていらっしゃいますもんね。うん、だからそういう意味では晩婚が済むだろうし、若い人になればなるほど結婚って意味あんのっていう人たちが増えてくるんじゃないかな。そうですね、うん、でもなんか一方でそういうふうに思っちゃうと、結婚に対してあんまり希望を持てない社会ってどうなんだろうと思ったりもしますね。そうね、うん、一般的に結婚の形態っていうのもいろんな形態があってね、例えば結婚すると家族に向き合わないといけないとか、子育てしないといけないとか、うん、男の人も女の人もね、そうすると自分のやりたいことができなくなっちゃうとか、うん、そういう部分で結婚って意味あるのって思うような人たちがいっぱい出てくるだろうね。どういうふうにしたら結婚に対して希望を持てると言いますか、いろんな人生があっていいのかもしれないですね。うん。最近考えてることでね、僕たちの時代ってみんなが主役になる時代なんですよ。はい。結婚して、例えば私、子供とか夫に一生懸命こうやってやることが楽しみなのっていうと、それってなんか従ってるだけじゃないとか、単なる家政婦じゃないって言われる、もっとあなたはもうあなたらしく生きなさいよって言われる時代じゃない？はい。一回うちのね、妻が、例えば新年の集まりで、すごい女性ばっかり集まってる中で、はい、今年何、皆さんなんかどういうことを考えてますかっていうと、私こういう授業を起こしたいと思いますとか、私こういうサークルを作って、こういうことをやっていきたいと思いますとかね、みんなやっぱりそれぞれすごいね、前向きな話をしてたんだって。はい、で妻が一言、ああ私は別にこれっていうものがなくて、今年も家族が元気で平和で過ごせたらいいなって言って、なんかそんなに喋ることがなんかみんなみたいにこれやりますとかありますとかこういう夢を叶いますっていうのはなくて、なんか場違いだったかなってすごい落ち込んでたのね。で僕はそういう妻だから結婚したっていうのも一つあって、うん、確かにみんながなんか目立って自分の夢を叶えるとか、自分の自己実現を果たすとか、自己肯定感を持って自分をアピールするとか、そういう時代じゃない？でもね、応援したいとか誰かのサポートに回りたいっていう人もいると思うんだよね。例えば会社でも自分はリーダーにならなくても、みんなでなんかできてやれるところでなんかお手伝いしたいとかね、うん、そうするとそれってさ社畜だよねって、うまく使われてんじゃないのとか、会社のさ飼い犬じゃないんだからもっと自分をアピールしろよとか、うん、それとか僕は毎日こういうコツコツ日々が過ごせばいいなっていうと、夢ないのとか、もっとさ自分の自己実現っていうか、そういったものを持った方がいいよっていう、みんなが一生懸命自分をアピールしないといけない時代、はい、主役にならないといけない時代、主婦であっても、社員であっても、YouTube を上げたり、SNS で自分をこうアピールしたり、でそういう時ってどうなんだろう、どちらかというと太陽より月が好き、誰かの応援して誰かが喜んでくれたり、誰かが幸せになってる姿、頑張る人をどんどん応援して、あの人を、応援したなっていう、それだけにも幸せを感じるっていう人がいてもいいと思うんだけど、はい、今の時代ってそれじゃダメだよと、それって飼いならされてるだけだからとか、それってうまく使われてるのよとか、もしくは
それってさ、単なる家政婦じゃないとかね、うん、もっと女であったとしてもちゃんと自分のものをしっかり持たなきゃって言われると、はい、脅迫的、脅迫っていうのはね、はい、強く追い込まれるっていう書くんだけど、うん、はい、なんかこのままじゃいけない、もっと自分をアピールしないと、もっと自分の夢を叶えないと、もっと自分の目標を持たないと。でも僕はあの妻みたいに何にもないけど、みんなが家族が幸せで、これが今年1年それを願ってますって言うと、みんながすごい頑張ってる中で申し訳ないかったかなとか、もっとなんかすごいことを言わないといけないのかなっていうように、どっか後ろめたさを感じる時代。月で輝きたいのに太陽にならないとダメだよって言われると、はい、その人って一生懸命頑張るわけじゃない。本当はアピールしたくないのにアピールしてみたり、うん、本当は応援したいのに自分がなんか自分をもっと出さなきゃいけない。そうなればなるほど、どんどんもっともっともっとって脅迫的な社会になっていくような気がするんだよね、うん、はい。僕はやっぱり日本が本当に世界の中ですごい力が強かった時って、うんうん、サポート力が多かったんだと思うんだよね。あ、自分は別に名前出さなくていいから、うん、誰かのために人が喜んでくれるならば何かのためにやっていきたい。例えば会社ってそうじゃない、一人ではできないけどみんなの力で何か大きなことやって社会に貢献したいとか、うん、社会で喜んでもらえるものを作りたいとか、サービスを提供したい、うん、例えば百科事典もそうだけど、うん、著作の名前って出ないわけじゃない。みんながそれぞれ調べて、うん、いい辞典を作って人に喜んでもらえるものを作りたいって、うん、あ、僕名前出さなきゃ書く必要ないよってなればこれ辞典作れないし、はい、だからそういう意味ではなんか会社がもうなんか力を失ってるっていうのは、本当はサポート力がすごくね、頑張りたいって思う人もなんかサポートじゃダメなんだよって、うん、アピールしなきゃいけないんだよって言われる時代なんだろうなって。だからこれだけうつ病も多くて、うん、自分なんて価値がないって、夢もなければ、でもね、夢なくても人の夢を応援するとか、はい、例えば自分は結婚して自分ってものなくてもご主人とか奥さんを応援したいとか、うん、子供がすごく生き生きする、それを良しとする、そういう結婚の生活とか、はい、そういう応援の仕方ってすごくあると思うんだよね。確かに、うん、でもそれってさ、あなた主婦で、うん、単なる都合のいい家政婦にならされてんじゃないって言われてしまうと、うんうん、自分が好きなのにこれは好きだとか言っちゃダメなんだ、もっと私も自分でなんかこう趣味持ったり、うん、なんか人に自分をアピールするものを持たなきゃ持たなきゃ持たなきゃっていう社会のような気がするんだよね、うん、もっとあ、いいじゃないって、そうやってサポートするのって素敵とか、うん、家族守るってすごいよねとか、うん、僕会社の中で全然目立たないけどみんなの仕事しやすいにしてますとか、うん、それが僕の自慢ですとか、かっこいいねっていうような社会になったら、うん、やっぱりみんなそれぞれ違ってちょうどいいっていう歌がね、金子みすゞさんの歌にあるけど、はい、みんなが目立たなくても私はこれができる、うん、私はこういうところで力をやって社会に貢献したい、うん、そしてみんながそれぞれがナンバーワンじゃなくてまさにオンリーワンの時代、そしてみんなが月でも太陽でも木星でも、もうほとんど見えないね、冥王星でも、うん、もう私ハッピーに生きてますっていう方が、うんうん、だから結婚するのもしないのも、うん、また独身であるのも結婚しなければ良くないとか、はい、結婚したらこういう家庭を作らなきゃって、なんかテンプレートっていう枠組みに、なんか幸せっていう枠組みにみんなが強引に入ろうとするから今は生きにくいんじゃないかなと思って、僕はそういう意味では神様万歳で、いやそれでいいと思うよって、うん、そうやって小さな幸せを味わえる能力、うん、例えばもっともっと刺激をっていう中よりもスルメみたいに毎回毎回噛んで味わう、昔あの中学生ホームレスっていう田村さんが書いた本の中で、全然家族でねバラバラになって、ある意味でホームレスの中でお友達とこ行ってご飯食べたら飲んじゃうとすぐなくなっちゃうから、一生懸命咀嚼して咀嚼して、でもほとんど水みたいになって、それでもずっと食べ続けてると大発見をしたっていうんだよね、その田村君たちの兄弟は。それは味の向こう側って言って、ずっともうほとんど水みたいになってるんだけど、突然パーッと甘みが増す瞬間があってね、それは味の向こう側っていうんだけど、僕たち毎日生きてきた分だけご飯食べてるけど、はい、どれだけ味のその向こう側を味わった人がいるんだろう、うん、だから
普通に何気なく生きてる一日の中にも、はい、実はそれをもっと大切に味わったり、例えば子供が笑ってる姿だとか、うん、夫がニコニコして仕事を行こうとしてる姿だとか、うん、奥さんがキッチンに立ってる姿、うん、そういうのを見た時に、年って誰も家にいなくなって一人になった時に、あのキッチンで妻が立ってた、夫がやって仕事に行ってた、子供がパマって、ああもう大変、もう子供なんて早く大きくなればいいのにと思ってて、大きくなってもう母さんって言って、お正月とかお盆にしか孫を連れて帰ってこなくなった時に、うん、もっとあの時期、味の向こう側、はい、子育ての向こう側、夫婦の向こう側、普通の日常の向こう側をスルメみたいに味わっとけばよかったなって、はい、その時に夢とか目標ばっかり追いすぎて、小さなものを見過ごしたり、はい、小さなものを味わえなかったっていうのは、僕はなんか寂しい生き方になりやしないかなって。だから今は脅迫的な社会だなと思うから、はい、みんなに望むのは、うん、今日の一日をしっかり味わってごらんって、はい、身近な見慣れた人の笑顔や見慣れた家族の日常をしっかり立ち止まってゆっくり味わってごらんっていうこと、そしてみんなそれぞれ月でもいいし太陽でもいいし、頑張る人は頑張って、それを応援する人たちも、そして下支えする人たちもかっこいいっていうね、はい、社会になったら、もうちょっとこの心の病んだ時代がなくなるんじゃないかなと思ってます。そうですね、うん、結婚にするとかしないとか、うん、そういうのではなくて、そう脅迫的にね、うん、なんかしなきゃいけない、したら幸せ、うんうん、そこに入っとかないと不安って、うん、でも独身でも楽しめるし、はい、誰かをサポートしてその人が元気になって、うん、生き生き社会に出ていくの、あの人を私がサポートしたっていうのもすごいかっこいい生き方で、はい、それって都合のいい人じゃないって言われる言葉、そういう人たちはみんな枠に入っとかないと、うん、言いながら自分でどんどん怯えていくんだと思うんだよね、そこに入っとかないと不幸だって、はい、だからみんなが自分を味わう、はい、自分の周りの人たちをしっかりと応援する、うん、そういう生き方、そうなればちょっともう一回日本は再起動するのかなって気がするんだよね、うん、そうですね、うん、周りの大切な人としっかり出会って、日々に幸せをしっかり噛みしめて生きていきたいなというふうに思いました、うん、そうね、うん、素敵なお話ありがとうございます。こちらこそ聞いてもらってありがとうございます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。登録コメントもお待ちしております。またコメントいろいろください。感じたこと気づいたことあったら教えてください。はい、よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。お会いしましょう。